はい、えー、今回は Vegas で音声の音量を整えるときに使用するオーディオエンベロープの使い方をご紹介していきます。セミナーやインタビューなんかを撮影すると、この話している方の声の音量ですね、これが一つの文章の中でも音量が上下することがよくあります。例えば、エンベロープで音量の調整を行っています。こんな感じですね。まあ、波形を見るだけでもよくわかるのですが、棒と力が入って、 声の音量が上がる。そして中盤で通常時の等に戻って、最後、語尾で音声が小さくなるといったケースですね。音量の調整を行っています。行っています。もう冒頭とエンベロープで行っています。最後で声の音量に大きな差があります。こういった状況で、例えば編集をして BGM なんかを載せると、この語尾の部分が聞こえなくなったりしてきます。 これを整えていくときにオーディオエンベロープを使います。では実際に作業を行っていきます。まずエンベロープを適用する。トラックを選択し挿入。オーディオエンベロープ。ボリュームを選択します。するとここにボリュームの横線が表示されます。この線がボリュームです。真ん中にある状態がプラマイゼロ。上にドラッグするとプラス2.9、3.9。 5dB といった形でボリュームを上げることができます。下に下ろすとマイナス音量が小さくなっていきます。マイナス 5.1dB。一番下まで下ろすとミュートといった感じですね。今ミュートの状態です。音量の調整を行っています。エンベロープで音量の調整を行っています。こんな感じですね。 右クリックして一度すべてリセットします。これがプラマイゼロのモットの状態です。これをグラフのように変化させていくことでタイムリーに音量を調整していくことができます。例えば、これ右クリックでポイントを追加をクリックします。するとポイントが打たれました。このポイントはダブルクリックでも打つことができます。こんな感じですね。最初の部分、少し音量が大きいので、この部分を 少し落としていきます。エンベロープで音量の調整を行っています。こんな感じですね。この要領で次々とポイントを追加して音量を調整していくことができます。続けて行っていきます。音量の調整を行っています。最後少しずつ音量が下がっていくので、この辺りでポイントを打ちます。そしてこんな感じで少しずつ上げていきます。 音量の調整を行っています。調整します。音量の調整を行っています。さらにポイントを追加して、微調整を行います。音量の調整を行っています。音量の調整を行っています。といった形ですね。でさらにこのゴミの部分、行っています。 僕の喋り方の問題なのですが、この最後、ブスッと、ます。音が入るんですね。こういったものは、一瞬ミュートさせることで、早いですね。位置を調整します。ます。行っています。この調整を行っています。 この調整を行っています。で、っていますって最後のプスッという音がいます、消えました。なっています。元の音声と比較していきます。元の状態。エンベロープで音量の調整を行っています。 編集後、エンベロープで音量の調整を行っています。エンベロープで音量の調整を行っています。エンベロープで音量の調整を行っています。といった形でオーディオエンベロープを使うと、音声の音量を常に変化させて聞き取りやすいように整えていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。